どうですか。残りはいつ払うんだよ。来週には必ず。もう勘弁してください。兄貴。ああ、すみません。本当こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。どこの奴らなんだ、その取り立て。すぐ近くの町金です。ところが金利すらまともに払わねえ。そうなんか。2億です。取り半って約束になった。そりゃ気合入るな。お、兄貴、また新しい風俗。できてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店紹介しますよ。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、飯はまた今度な。来ました、兄貴。ここの5階です。よし、入ろう。あんたら。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか。何、堂島組って。いや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。
金払えない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。金は払えないって言ってんだ。ならやるしかねえだろうがよ。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに気流組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。はい、そういえば今日は裏口からしか入れないみたいですよ。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないように半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておく。ああ、何やってんおら。おうおう、お前どこの組のもんや。え、すまん。すまんで済むかボケ。
何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あのそや、道島の竜キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの方どないしようか。すんません、まさか桐生さんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、はい、覚えておきます。でも、あ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。やろ、いっちゅやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。気は済みましたか。ああ、その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体がもたんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん、わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。
あと少しで兄貴にや。もう。はい。いつも。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっともう酔ってるの。私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって固いから金をむしるのは、どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組打ち気流組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ。二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、
なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ、女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。いらっしゃい。ああ、その、ああ、ほう、今非常。よし、これかしこまりました。あ、それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印。それじゃあ。はい、受けたまわり。ありがとう。ごもしかしてあなた。
ああ、ええ、あのスリシは隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見え、なるほどな。もしも見つけたら。わかった。おい、お前。盗んだ指。バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ。あ、財布がない。返して欲しければ一子相伝の。すいませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、それがもう手元にないんです。何と。ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐか。その言いにくいんです。なんだと。当たってればいいんですがね。結果が分かる。はい。盗まれたんだよ。ああ、いるんですよね、たまに。違う。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつ。くそ。お前。おお。
置いて出るの。おお。おお。どうですか。あれ、桐生の兄貴じゃないですか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない。急いでくれ。あ、はい。ボンに切る。今度感想聞かせてくださいね。ねえ、どうですか。やっていこうぜ。おお。おい、またあんたか。頼む。これがうちなら買えるよ。そうだ、指本物なら弓って掘ってある。何を言ってもダメったらダメ。くそ。おお。おお。シンジ。あれ、兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。兄貴、そん…頼む。詳しいことを話してる人。あー、そうっすよね。わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。さっきまであった。あ、おい、こ、そんなに慌てなくても。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されだから盗まれた。そうか。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したら。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱりも。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、
そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう。大事にするね。ああそうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない。え、そうなの。じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう。指輪か。嬉しいけどそれはちょっと重いかな。え、どういうこと。ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。え、何、誰かそういう人がいるわけ。やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの。え、さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おはよう、キリュウちゃん。ん？錦山くんならもうキリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた。そうか。今何時だ。もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの。ああ、そうだな、そろそろ行くよ。お前はどうすんだ。うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは。一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか、じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。いや、ちょっとキリュウさんに一緒。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流す。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから。旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、分かる。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。